皆さんこんにちは、本日のレッスンはグリップの持ち方を変えてスライス、フックを修正していこうといった練習ドリルをご紹介します。この右手のグリップの、感覚を変えるだけで、この球筋というのが変わってきます。例えばスライスする方の特徴を見てみると、バックスイングを上げてからダウンスイングにかけてこのようにクラブが寝てしまって、手元が浮いてしまう形というと、右手の手のひらでこのクラブを支えている形になります。このようになってしまうとフェイスは開いたまま入ってしまって、ヘッドが回らずに、スライスをしてしまいます。今回やっていただくのはこの親指と人差し指、右手の親指人差し指で、このように2本で支えるような形を作ります。左手は通常通り握っていただき、普通に右手をグリップしたら人差し指と親指以外は、クラブから離します。このような形を作って、しっかりとこの2本でクラブが支えられているのを確認して、スイングを作っていきます。このようにすることでクラブのこのような寝る動きっていうのは修正されます。この親指と人差し指でこの作った V の字ですね、付け根で作った V の字でクラブを支える形というのを意識して練習をしてみてください。このような形です。このようにするとスイング軌道がまっすぐ入り、クラブの寝る動き、右手でクラブを支えてくる動きというのが修正されて、スライスが修正されます。逆にフックをする方というのは右手の親指と人差し指を使いすぎてしまうので、この2本を外していきます。この小指からの3本ですね、薬指、中指をグリップにあてがって、あとは外していく動き、これを意識して練習をしてみてください。このようにすることでインパクトゾーンでのフェイスのローテーションというのが抑えられて、フック修正されてきます。このダウンスイングのこのハーフウェイバックですね、この地面とシャフトが水平になった時にフックする人は親指を外しておくことで、このまま体で一体して打つことができます。またスライスする人はどうしても親指がこのクラブから浮いてしまっているケースが多いので、しっかりとここを引っ付けておくということを意識して、練習をするようにしてください。それでは実際に両パターン打ってみます。まずはスライスが出る方、この指を外して人差し指と親指だけをくっつけて握っていきます。ここで小さいスイングでボールを打っていきます。はい、続いてフックする方、2本を外して打っていきます。なるべく体に同調させていくイメージでフックする方は打ってください。はい、このようにすることで、この正しいスイング軌道、正しいフェイスのローテーションを覚えることができますので、ぜひ一度試してみてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。